いつもの宇藤さん団地赤岩です。そこへ車でやってまいりました。今日はラジオ体操をやろうにも寒かったですからね、朝は、改めてやってきて、体操をやろうかと、そういう腹積もりです。ご覧ください、あそこのカラスが止まってるところでラジオ体操をやろうかという、そういう挑戦です。周りはこんな感じです。360度、360度は大げさですか、海となっております。両足首の運動です。椅子の方は肩の上げ下ろしを行いましょう。はい、1、2、3、4、手足の曲げ伸ばし、振り上げ、曲げ伸ばして振り下ろす。立ってる方は足の曲げ伸ばし、元気よく行って、全身の血行良くしましょう。その腕を前から横に開いて振り下ろし、大きく回します。さあ、腕を
強く長くしが大変。